とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。今回30回です。残念。まあ、初見攻略やっていきましょう。ここちょっと待って、なんかエンチャント入れれないかな。あー、8かな。なんかいきなり難しい。あ、ちょっと待って、場所が来たね。嫌な場所。あー、ジオマンサーうっとい。これすごいね。はい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 。おい、ちょっと、これマジか。ちょっと待って、これマジか。ちょっと待って、1階の難易度がちょっとエグいんだけど、これ。ちょっと待って、どんだけエンチャーターで。よし、終わり。いや、まだいるぞ、エンチャンターじゃない、ジオマンサーが。ちょっとこれね、1階結構エグい。どこいる？どこ？なんかジオマンサーが、あ、ここにいた。ああ、そんなところに隠れてたんかい。ちょっと1階から難易度高えぞ。んーで、いりません。はいはい。2階の敵多いな。強いやつも出てくるしね。はいはいはい。よし、オッケー。やば、難易度やばいぞ。うん、1階すごいし、2階は敵は多いし、ちょっとやばい階になりそうだな。はい、2回クリアです。いやー、すごい。これ前回が短かったから。お、コグかな、これだったら。うん、今回ちょっと長いかもしんないね。前回20分ぐらいでクリアできてたのに。次は、あー、なるほど。なるほどね。はいはい。おい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 、クリーパーがやたら出てくるぞ。また来た、あんやろ。あ、オッケー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 。ちょっと待って待って、すごいぞ、すごい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 。よし、あ、ちょっと待って、エンチャ入れてなかった、毒の雲よ。うん、コグクロスボウに毒の雲めちゃくちゃ合うからね。お、まだいるんかい。よし、まあ、ここは渡らずに倒していくか。 OK、 いい感じ。もう時間かかる。もう、はい、おしまい。3回クリア。長い。今回長い。あー、断片かな。影の断片でいきます。よし。で、ここもどうせあのクリーパー出てくるんでしょ。コブでいつでも倒せるようにしておきましょう。よ、あー、これ持っちゃいけねえわ。よし、ちょっと、うん、火力高いやつ多すぎるって。ちょっと、よし、
今回はちょっとやばいねやばいぞ。防具もそろそろ欲しいけどさ、いいのがない。で5回エンジャイしていきましょう。8かな。多いわ。待って、あっぶね。ちょっと待って、こういうところで出てくんなって、危なすぎる。よし、むず今回5回クリア。いやいや、今序盤だけだったらいいけど、もう終盤までこれだったらきついぞ。いや武器も欲しいけどこれじゃないんだ。え、次じゃない。またちょっと戦いにくい場所でしょ。ちょっと待て、おい、待て待て待て、もうポーション回復してない。あぶねえ、危な、ほんと。ちょっと待って、難易度えぐい。ほんと、今回本気できたな今回。運営さん結構本気出してきてるよ。あー、ゴーレムがあったね。そういえばゴーレムとエンチャンターの人ありかもしんない。ドラでいきます。いや、なんか防具用に取っといた方がいいような気がする。よし、オッケー。いざとなったら、ちょっとやべえ。よし、いや今回ちょっとね、ほんとノーミスクリアはきついかも。よし、いやいやいや、そんなね弱気じゃダメよ。強気でいきましょう。オーケー。これ、防具欲しい。もう耐久が足らない。よし、終わりかい。むず、いや、ちょっと待って待って待って、釣り竿を取っていけばまあ楽勝なんだけど、初見で使いたくない。もう防具取っていこうか。多分もうボスなのよ。なので、なんか武器か防具ないとこれ無理になるわ。エンチャントなんかある？まあまあサプライズギフト入れとけ。はいはい、オッケー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 。ああ見つかった。危ねえ、2回ダメージじゃなくてよかった。入んないわな。よし、もう嫌な場所ここ。ちょっとでも落ちてくれれば嬉しいんだけど。よし、 OK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  いいよ。でもこれ結構いやー重要だからな。おおお、残しときたい。ナイス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 。で、あ、これね、手前で釣り竿を取って魂のサイズでいいわ。
で、あ、俺、次の回もまだあれだね、ボスじゃないわ。行こうかな。うん、これで行きます。はい、ちょっと待って待って待って、すっげえぞ。よし、オッケー、打ち込め。よっしゃ、おい、ナイス、終わり。あ、うん、あー、もう、あ、あ、うん、こっちでいい、こっちでいい。うん、断然強くなったわ。毒の方に、火属性 OK、 コブもだいぶ強くなった。ちょい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 、出すぎだろ。よし、よし、これちょっとすごいぞ、本当に。もう何回も言うけどさ、今シーズンも難易度えぐっ。おいしょ、あ、まず、ジオマナさんどこいんの？あ、いた。待って、これをちょっと取っていこう。おい、終わり？商人でしょ、さすがに。まだ？まだなの？防具は？あー、そうね。いや、いいか。うん、虚無屋で行きます。よし、 OK、 すごいよ、本当に。今回何なんだこれ。今回何だ、ひどいぞ。ああ、よっしゃ、オッケー、一気に出てきたね。でもまあまあ、それが戦いやすいわ。まだか、ボスまだか、長えな。いや、いいです、そのままいきます。よし、いや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 、ボスまでが長いよ。よっしゃ、オーケー、待て待て待て、はい、あ、あ、うん、そう食べていっていいかもね。あぶねー。でも、もういないんかい。ちょっと、危ない、すげえ。おし、悪い。おお。あ、え、商人なしでボス？商人なしのボスか。そうなの？あ、まあ、オーバーチャージの力の弓、これめっちゃ強いよ。うん、パワーまでついてる、めちゃくちゃ強い。いやー、やめ、そのままいきます。うん、ちょっと虚無を使います。虚無を、ちょっと待って。ちょっと待って、もうちょっと待って、最初に
エヴォーカーをまず何とかします。いけるね、いけるね。うん。OK。よっしゃ、OK。いい。大丈夫、ちょっと考える時間さえあればいけたんだよ、ほんとに。よし、いやー、早くもう1回やられてちょっとショックだな。はい、次。承認なしっていうのはちょっとびっくりしたな。変える？変えよ。で玉と最後の叫びでいいかな、とりあえずね。うん、ライフブースト、入れるか。全然違うからね、ライフブーストで HP 上がると。いやこれね、周回はね時間かかって嫌だけども、いやこの難易度は、やりがいはあるわ。やり込みがいは OK。 でもこれ逆に諦める人も多いよ、絶対ここまで難易度上げちゃうとさ。よっしゃ、もうちょっと簡単にした方が俺はいいんじゃないかと思うんだけどね。まあたまにはこういうのもいいかっていうところなのかな。だったらば、たまにはボスラッシュね、あれを入れてほしかった。まだ実際1回しかボスラッシュは実装されてないので、ボスラッシュしてほしいな。でおお、ガントレットがある。でもエンチャント良くない、いりません。もうそろそろちょっと武器攻撃力が少なくなってきたよ。そろそろ武器攻撃力を上げたい。うん、まあユニーク商人とかでもいいけど、なんか上げたいね。よし、多いな、敵多いぞ。エコーで正解だったわ。うん、鋭利でパワーを上げるよりもエコーでガッツンガッツン戦っていった方が、うん、正解。15回クリア。んで勇者か、 いいです。あー、ビーストバーストもある。いや違うんだな、これじゃない。多分今回おそらくね、あれよ、あの釣り竿を持っていくと結構楽だと思う。結構イージーになると思うんだよね。おいおいって、パワーレースと終わり。まだか、どこいる？あ、いた。はい、16回クリア。商人来て、商人。ああようやく商人だ。うん、いらないね。何が来る？金細工か。このビーネストを最後まで使っていっても良さそうだよね。ビーネストにしようか。ライフブーストを3まで入れて、はい、何がついた？いらんいらん、アーティファクトシナジーか。で武器をなんか変えたい。うん、もう武器変えたい。さすがにちょっと火力不足です。よっしゃー。
なの出てくんなよ。はい、矢は110本。まあまあまあいいかな。呼吸箱が1個ぐらいね出てきてくれれば嬉しいけど。はい、はい、あ、おいね、ちょっと待って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 、危なっ。ちょっともう何それ、蜂がいたから。もう最悪だ。ほんと蜂がいたからそこをやる。いや厳しいな、最後のあのタワーレースの数は厳しいよ。あれが全部赤になったところが即死するぐらいダメージ受けそうな気がするんで、ちょっと OK、 しっかり弓使って戦っていこう。 OK、 よっしゃ終わりだ。うわあ、2回目やられた。キノコもあるね。いや、キノコいらない。うん、ドラがあるんで。いい。こんな感じかな。行きましょう。ハチとかも欲しいけどね。あ、そうか。ミネスだから。マジ出るわ。オッケーオッケー。おー、ちょっと待って、怖えな怖えな。なんか今回こっそりさ、よし、リーパーってなんか突っ込んできそうだもんね。いや、もういた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 、リーパーいる。よし、この急なクリーパーはね、浮き玉が役に立つ。よし、最後か。よし、終わり。いやーい、いいかな。うん、いいっすかね。そろそろ弓の火力が足りなくなってきた。いい、うん、まあ足りなくなったとしても、まあ、全然強い。まだまだ現役で使っていけるね。いいよ、どうだ。毒の雲いい、ほんと毒の雲めちゃくちゃいい。いやいやいや、ほんと。よし、まだか。うん、最後はクリーパー出なかったね。ナイスナイス、この矢はね嬉しい。オーケー、あいいね。 OK、 乱射に変えていきます。んでエンチャントを入れましょう。まあ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 、マルチだわな。マルチのしっかり回復入れる、珍しく。何が来る、何が来ますか。 OK OK 若干出てきた時に考えたけども、いけたねいけた、よかった。
あぶねえ。悪くないの。そのままユニーク。おしよ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 し。で、ビーネストを上げて、耐久アップね。耐久アップ 35% 減で、ライフブースト3が入ってるので、まあそう死ぬことはなくなると思う。うん、 OK。 この HP 削れるのはなかなかいないんじゃない。で光を多めに入れるか。で次毒の雲もちょっと上げよう。はいはい。ああもうなんかいけるような気がしてきた。ここまでくればね。はい、いけるぞこれは。よいしょ。高えな。ちょっとナイス。よし、矢は222本あるんで、まあまあ十分でしょう。あと上で終わりかな。いやまだいるわ、まだ全然いた。まだ全然出ましたわ。で矢が出た。ナイス、ありがたい。23終わり。キツネか。あははベスターね。あ、釣り竿を持っていって ここでカトラス取ればもう間違いない。うん、もう楽勝。あそこでカトラス取れば。あぶね、確実に避けていこう。食らうと3分の1ぐらい減るからね。 OK、 行きましょう。で、そろそろ武器もね変えていいかもね。ソンロソンのね武器を変えちゃって、よし。こいつらはそもそも虚無にならないと。うん、あ、いいね。やっぱりね、攻撃で蜂が出てくるっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。うん、特にこういうエンダーマイトとかが出た後はわっと蜂が出てきてくれるんで戦いやすいね。よっしゃー。で、待ってこれまだ出るんかい。なんて言ってもすごいな。終わり。はい、24回クリア。長い。あ、いいんじゃない。ここはもうボーンクラブでもう間違いない。で、俺の一番嫌いな場所だわ、ここ嫌い。うん、これでいく。嫌いな場所が来た。とりあえず全部残しときましょう。手前はいいね。いいよ。
ラなしのキノコ。よし、やっぱりね、全体的に今回敵が多い、ものすげえ多いよ。はい、選びたい放題。悪くないね悪くないな。でもね、ライフブースト入れてるからこっちはこっちでいいか。いや、影の断片あるし、ドラ猫、相性を考えると影の断片とドラだな。で、虚無間違いない。ちょっと待って、エンチャントなんか入れて OK。 いいね、よし、ちょっとキーパー来るね、一応。よし、怖え、リーパーがなんか急に出てきそうで怖い。よし、あ、いいね、こんだけバッタバタ倒したら気持ちいいわ。でも矢が出ない、矢が出てないや。よし、次、あ、森ね。いやいや、虚無虚無、絶対虚無、いきましょう。ここは27ね、27、28で商人で終わりって感じかな。あぶねえ、待ってって、最後ちょっとえぐいよ。ちょっと待て待て待て、怖い怖い怖い、出てきそうで怖いわ、近くに。よし、でももうこれで終わりかな。よっしゃ、湧くね、多いね敵が。本当にこれ周回相当時間かかる。ああ、なるほどね。武器虚無魅力的だけどな。でもね、いいです、初見だしね。これでいきます。エンチャなんか入れろ。はい、はいはいはい、よしよし。いやいや、多分ね、このね、 HP が俺の HP 減りにくいのはやっぱライフブースト。ちょっと固まんないで。すごいすごいすごい、敵がすげえ。28回ちょっと油断ならん感じやね。クリアです。変えよう、乱射をちょっと新しくして。で、武器、武器かな。もう HP はね、ライフブーストで上がってるんで、武器上げちゃいましょう。で、ボスによっては乱射を上げていってもいいよね。何が来る？まあまあ、テンペストゴーレムじゃなかっただけだいぶありがたい。いきます。1体か2体か、どうだ。虚無、よっしゃあ、うん、あ、間違いないわ。あ、そうだ、エンダーセンとは虚無関係ないからね。ちょっと待って、出てきて。よっしゃ、終わり。影の断片は絶対いる。で、今回結構ね、特に序盤から中盤にかけての難易度が高いです。
難しいと思う。ちょっと攻略もね、しっかりとやっていきたいと思います。では報酬を見て終わりますね。いやー、なかなかのシーズンです相変わらずだな。あ、使える。うん、最強のスタッフが作れますね。オッケー、最強のやつができます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。